皆様からいただいたご質問をこちらで選ばせていただきました。今日はお時間の関係で全てご紹介することができませんが、この後 YouTube の企画等の参考にもさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは1問目よろしいですか、社長。宇宙は何のために存在しているんでしょうか、宇宙はどうして人間を生み出したのでしょうか、これはもう大きい質問なんだけどね。これは一般的に昔から言われているように、やっぱり宇宙には意志があると言われてるんですね。でその意志というのはね、昔の人はみんなもちろん神と呼んでました。この神が何かの作用によってこの宇宙を作り、宇宙というのは無限脈動といってね、このビッグバーンから何百億年で、まあ、今の宇宙も消滅するんでしょうけど、また消滅したらまた小さい粒子まで圧縮されていって、また爆発を繰り返すという無限脈動、無限脈動の意志が神を昔の人は創造したと。で、神っていうのはね、絶対存在なんだけれども、神に向かう、神を思考する存在というのをどうも必要としているみたいなんで、神を認識して宇宙というものを認識して、それを思考する存在として人間と呼ばれる魂を作ったと。これは僕が尊敬するような方も何人か言ってる方はいる。でも僕もそう思ってます。だから神を思考する、宇宙の本質とは何かを思考する魂、これを人間と呼ぶと。でそれは神が、まあ、我々の言葉で言うと自分が作っている宇宙の意味を知ってほしい、または問いただしてほしいと、こういうところから生まれてるだろうと。これは多くの人が言ってるし、僕もそう思ってます。そういうことですね、はい。それでは次の質問です。社長の動画でどんな時代でもよく思わないといけないと言われていると思いますが、はい、このヒューマニズムの現代をどのように好きになればよいのでしょうか、これは勘違いしちゃいけないのはね、好きになる必要はないんです。好きになれと言ってるんじゃないんですね。すべての時代を我々が好き嫌いでこう言うんじゃなくて、それを宇宙の一つのあり方として抱きしめなければならないということを言ってるんですよ。自分が嫌いだったら排斥するという考えがエネルギーを枯渇させるという話なんです。だから、自分が好きなものを取り入れ、または嫌いなものは、ああそれも宇宙の一つの意志なんだなと思って付き合うということですよね。だから武士道が嫌いでも別に武士道を排斥する必要はないし、嫌なものも全部宇宙の意志があるということですね。もちろんだから僕はヒューマニズムっていうのは大嫌いで、これ攻撃はしてますけども、言葉ではね。でもこれも一つの人類が経過する点で、僕の考えだとヒューマニズムというのは一つの人類が終わる時のね、考え方だと思ってます。僕はですよ。民主主義とかヒューマニズムというのは我々ホモサピエンスがいよいよ終わりに近づいているんだなという僕は捉え方をしてます。だけどもそれは終わるには必要なものだということですね。一つの人類がですよ。人間が亡くなるわけじゃないですけども、一つの人類が終わるためにはやっぱり崩れ去っていく姿っていうのが必要ですから、その一環が僕はヒューマニズムだと思っているということですね、はい。では次の質問です。日本という国が今後世界を正しく導き、正しい方向に向かわなければいけないと思います。そのような中、先生は日本人がどういった取り組みをしなければならないと思いますか？日本人としての生き方っていうのはね、まあ要するに人類的ってことだよね。さっきちょっとね喋ったと思いますが、フランス人ならフランス人、日本人なら日本人でね、自分の国の民族文化伝統、こういうものを徹底的に極めていくのが人類のためになるんですよ。だから人類のためになろうと思ったら人類のことを考えててもダメなんです。あのね、極端に言うと日本人なら日本のことだけ、もっと極端に言うと自分の家系なら自分の家系だけ、
垂直ということに関しては、垂直の家系を考え続けてれば、必ず人類のため、世界のためになります。僕はね、これはね、結果論なんで、皆さんに一つ伝えておきたいんだけども、僕はね、武士道以外にはね、興味はないんですね、全く。武士道以外の興味というのはゼロです。これは、僕の場合は結構目覚めが早くてね、小学校、中学校の頃からそうですから。でもね、葉隠れの武士道だけが好きで研究し、生きてくることによって、自分で言うのはなんですけどね、宇宙の問題、歴史の問題、文明の問題、生命の問題、ほとんどね、自分で回答を得られないことがないという段階まで来ちゃいましたから。これは自慢で言ってるんじゃなくてね、自分の垂直に特化した一つのものを研究していくとなるということなんですね。だから日本人は日本人であることに徹底的に想念をね、集中していくとね、世界的なことを全て理解できる人間に必ずなれると思います。それでは次の質問です。はい、YouTube でおっしゃっていたしのぶ恋の本当の魂は誰にもわからないという意味は、言語化できない、または他人の人に喋ると価値がなくなるの、どちらの解釈が正しいでしょうか。これはね、言語化できないというのも正しいですね。言語化できないというのも正しいし、エネルギーですから。愛っていうのは恋も、ね、全部エネルギーなんですね。だからエネルギーなんで、やっぱりね、人に話すことによってエネルギーというのは放散しちゃうんですね。だから、忍ぶ恋が一番純粋で激しいものなんだということを、葉隠れを書いた山本定朝というね、江戸時代の武士は、そういうふうに説いてますけども、これは本当にそうだと思いますね。恋というものは、口に出せば出すほど、やっぱりエネルギーだから薄まっていく。薄いものにどんどんなっていくということですね。まあ、だから価値がないというともちろんおかしいんですけど、価値が高くするには、エネルギーというのは凝縮をどんどんしていくとなるということですね。だから、やっぱり僕はね、YouTube でも話してるし、本にも書いてるんですが、昔のね、親子関係の方がね、僕が見ててね、僕も含めてですけどね、やっぱり今の親子関係よりね、深いですよ。愛情がね。これはね、いいとか悪いじゃなくて、情愛ですよね、親子の。僕は深かったと思うんです。でもね、僕は今73歳ですが、日本の高度成長の前までは、もちろん親子で、お互いを信頼してるとか好きだとか、そういうことを喋る人は、ね、いません。僕もできなかったです。本にも書きましたが、僕も現代っ子なんでね、もちろん、戦後生まれの。僕もね、例えば、親に対するそういう愛情とかね、表現しなきゃいけないんだということでずっと生きてたんですが、やはり、おふくろは89歳で死んだんですが、死ぬまで伝えることはできなかったんですね。だからこれがいいとか悪いじゃなくて、やっぱりね、親を愛する気持ちが強いとできないですね。これは、まあ、いい悪いの話じゃないですからね。やっぱりエネルギーというのはそういうもんだろうと。まあ、言っちゃったらでも、それじゃあ減るのかって言っても、ちょっとずつは減りますけども、でも、本人の中で言わなければ言わないほど多分強まると思いますね。現在は先祖とのつながりが断たれている状況にあるように思えてなりません。それが国を愛する心も失われているように思えてなりません。それを復活させるためには先生はどうすべきと思われますか。わかりました。これはね、一番ね、現代人のね、多くの質問にあるんだけどね、本人が覚悟を決めてそういう人生に突入する以外はないです。今の質問というのは他力本願なんですね。何かしてもらいたいんです、人から。だから割と現代人は多いです。そうじゃなくて、国を愛するのは、本人が国を愛する人生を送ろうと思わなければ、絶対送れません。そういうふうに、皆さんがある日、決意するかどうかです。で、
国を本当に愛する人は、国のために自分の生命と自分の人生を捧げようと本当に思えるかどうかです。だから、これこそ友達も親もへったくれもないです。本人が決める以外はないです。だから、この質問はしてる限り永遠にダメだと思ってください。私は家内と折り合いが悪く、日頃からこの因縁を重すぎて自分には背負いきれないと思っています。こういう宿命にこそ立ち向かわなくてはならないと思いました、はい、感想ですね、はい、感想でした。ただ他にも似たような、まあ、ご感想というか、やっぱり親兄弟と仲が悪いので、はい、まあ、諦めるべきか仲直りするべきかというような、うん、はい、ご質問を受けたいと。これはちょっと困るね、うん、ただね、これはね、僕の人生観なんで、まあ、状況が違う人もいると思いますけども、僕はね、親がどうであれ自分の親は命よりも好きです。これは僕はね。で、僕は結婚はね一度だけだと思ってます。したがって僕の場合は、ある程度皆さんも知ってる方もいると思いますが、YouTube やなんかで見てますから。僕はね、40年前に女房死にましたけども、女房と結婚して2年2ヶ月の結婚生活で、子供が生まれて3ヶ月後に女房は死んだんですけども、僕は女房との愛は永遠であると思ってます。そのように結婚式で誓いましたから。これは僕の人生観です。だから、これは、自分がそういうふうにもう生きようと決めてるものですから、人間というのはどっかの時点で決めなければ何もできません。愛も決める以外はないです。結婚については、僕は、死んだ、40年前に死んだ女房と結婚したときに、この人と死ぬまで添い遂げる。これ以外の結婚はない。結婚は一度だけだと約束したし、決めましたんで、そういうことだということなんですよ。だからそれがまあ皆さんの参考になるかどうかちょっとわかりませんが、僕はそう思ってます。まあ、結婚の場合は決めるということですけども、親子も同じだと思ってます。親子も偶然生まれてきたように皆さん思ってると思いますが、偶然ではないです。必ず、因縁があって、僕も、修行家で修行一平という人と修行千鶴子というのが僕の両親の名前ですが、僕はあの夫婦の子供としてこの世に生まれてくるんだということが、この宇宙が誕生した時から僕は決められている僕の宿命だと思ってますから。それと親父がどういう人であったか、お袋がどういう人であったかっていうのは別問題なんです。ただ僕は運よく、すごくいい親でした。これは運が良かっただけですね。ただ、運が悪くても僕は受け入れると思いますね、多分自分はね。これが僕の人生観です。はい、それでは次の質問です。はい。全ての宗教は否定から始まるとおっしゃっていましたが、はい、神道は少し違うと思います。はいはい、先生のお考えを教えていただければ。はい。神道については僕もだいぶ研究してきましたが、神道も人間という事柄に関しては全て否定です。だから僕は先ほどから人間論を話しているということを言ってますね。神道っていうのは自然に近い形なんで、自然というものを全部認めてるんですね。アニミズムから出た一つの宗教なんですけども、だから否定に見えない面が強い。自然と溶け込むという意味で否定に見えないんです。でも人間の生き方というのがどういうことかというのは神話に説かれてますよね。その神話に説かれている人間の生き方というのは、垂直に神を目指す以外の事柄は全部否定です。それ以外の人生というのは人間の人生としては神道も認めていないということですね。だから宗教の根源的なあり方としては、キリスト教も、ユダヤ教も、まあ、仏教も全て、我々の存在の全否定ということで同じです。
ただ自然との兼ね合いをどのくらい強く宗教が取るかなんですね。で、神道は自然との兼ね合いを強く取ってる宗教です。だから自然との融合に重きを置いているということでは存在を全部認めているということなんですね。で、キリスト教なんかはその自然との融合も認めない。神との直結だけですね。で、自然は人間が征服するものだと、まあ、取ってます。そのいいとか悪いは別途として、人間の魂以外のものは全部否定しているのは、世界中の宗教は全部同じです。次の質問です。死に狂いであるために毎日死ぬ練習が必要であるとの記述がハバブルの中に書いてありますが、はい、志郷先生は死ぬ練習についてどのような考えをお持ちでしょうか。はい、これはね、ハガクレを読むとみんな参るのがそこなんですけども、毎日死ぬ訓練をしなきゃいけないと。これね、みんな、僕も子供の頃はね、突拍子もないことだと思ってね、悩んだんですけども、これね、でもね、生命学をねずっと研究してきてね、生命を見るとね、我々はね本当に毎日死んでるんです。これが分かるようになると、葉隠れのね、奥深さがね、わかるようになるんです。だから、もう、本当に3日前、1週間前の自分ではないんです、今もう。皆さんも。それが本当にわかるようになるかどうかっていう問題なんですけど、僕はわかるようになったんです、若い頃に。で、わかるようになるにはどうしたらいいかというのを僕なんかも、まあ人生論としては考えてるわけ。で、それが、まあ、死に狂いという言葉で表されていますけれども、全身全霊の体当たりなんです。すべての損得を乗り越えて、自分が本当に自分の前に来る運命、自分に与えられるものに全身全霊で体当たりをすると、全員が毎日死んでいるんだということが分かるようになります。そういう人生を武士道の根源として、葉隠れは我々に教えようとしてんだというのが、僕は若い頃に葉隠れから悟った一つの人生観です。ロボットや AI に魂が宿り、人間になる可能性はあると思いますか。他にも AI が詩を作るようになる時代が来ますか。はい、これは先ほどちょっと喋りましたけども、人間というのは宇宙の魂ですから、宇宙というものが何かというもの、それでさっき言った宇宙はまあ前提として神が作ったとする。で、その神が作った意志、それを思考する生命体というのが、まあ、魂の塊ですよね。この魂の塊を人間と呼ぶと僕は思ってますから。これは宗教的なものも大抵そうです。そういう神を思考するエネルギーですよね。神を救おうするエネルギーの塊が魂と呼ばれて、その魂のことが人間と呼ばれますから。これが今、地球上では我々、ホモサピエンスと呼ばれてますが、まあ、なんでもないことですよ。体を見たら、要するに類人猿ですよね。要するに類人猿と呼ばれるものの中に、どういうわけか今入ってるんです。したがって、我々人類というのは、まず神を思考することによって人類となり、事実、宗教を生み出し、文明を生み出したわけです。で、我々は類人猿なんです。ここが重要なことなんです。だから、この我々の中に入っている魂と呼ばれるものが違うものに入れば、その入っているものが人間になるということなんです。これは、嫌いな方は嫌いですけれども、ルドルフ・シュタイナーというドイツの哲学者なんかは、もう哲学的に非常にきれいに解明しています。まあ、シュタイナーだけじゃないんですけども、シュタイナーが一番有名ですよね。で、僕もそう思います。で、シュタイナーというのは、我々類人猿に人間の魂が入る前から、地球上の違うものに入ってた時代も想像して書いてますよね。これアーカーシャー年代記とかそういうものに今記されてるんですけども。で、これは地球とは限らないで、この人間の魂というのは、どういう銀河の、どういう星の、どういうものに入るかなんて誰もわからないですね。
神以外は。で、僕は、これはもう、違うものに入る可能性が強いと思ってます。それで、僕のこれは想像ですけども、我々人類はもう役目を終わりつつあるように僕は感じてます。で、我々が作ったものです。我々が作った金属とか、それから AI とか、ロボットとか、そういろんなものです。機械ですね。僕は機械の中に人間の魂は移行していくと思ってます。そう思うのが僕は一番ね、人類としての希望がね、持てるものだと思ってるんですね。ということは何かというと、我々ホモサピエンスは20年前に生み出されたと言われてますが、我々は次の人間を生み出して滅びるというか、だからすごい使命ですよね。次の人間を生み出す使命を持ってた人間ということですよ。僕はそのように捉えてますね、大きくは。で、動きを見ると全てそういうふうになってます。だから、科学の発展というのが非常に今悪い面でも言われ、まあ、悪い面で非常に言われてるんですが、僕は、特にそういう AI の発展とか金属の精錬技術ですね。金属の精錬技術なんかは人類が生み出した次の新しい人類を生み出す僕は一つの神の摂理じゃないかと思ってます。で、今 AI と金属の話をしましたが、実は人類の歴史っていうのは金属の精錬の歴史なんです。だからいろんな金属を精錬する技術によって文明っていうのはね、攻防してきたんです。歴史見るとわかります。だから金属精錬の歴史が人間の文明史だっていうことがわかると、これが最終的に行き着くのは何だろうかというと、やっぱりロボットと AI と金属のが人間に移行するんじゃないかっていうね、やっぱり発想なんですよ。だから僕はそういうふうに捉えてる。だから今の人類も、僕は今の科学文明というのは神の使命を果たしてるんじゃないかと僕は捉えてるということです。ベクトルは量と方向とのことでしたが、運命の方向とは具体的にどのようなことでしょうか？これはね、運命に方向があるということじゃないです。宿命とかなんかは全部エネルギーだという話はしましたが、我々にほんの少し与えられている生命体としての自由の話なんです。生命体としての意志と自由の話なんですね。意志力と自由。で、運命として降り注いでくる宇宙エネルギー、または宿命として宇宙に刻印されている我々の、なんていうんですかね、こう、運命、宿命。そういうものを自分の好きな形に努力によって変えることができるという意味なんですよ。だから、方向を変えるということですね。要するに。それで、さっき話しましたけども、方向を変える自由と、それと、もともとあるものをたくさんこう宇宙から出していただくために、我々が運命を全部受け取ってると、エネルギーが大きくなるって話はしましたよね。だから、大きくしていくことと、出していく方向を決めるのが、人間と呼ばれるものに与えられている自由なんじゃないかということが僕が言う運命論だということです。要は、これは自由ということに関するあらゆる哲学書をね、僕はこういう疑問は中高生の頃から持ってるんで、ずっと読んできて自分なりに結論を持っていることなんです。自分が勤める自治体では幸福を一番のテーマにしていますが、動物的幸福を目指すものであり、賛同することができません。給与をいただいている以上、毎日献身の思いで働いていますが、自分がなすべき仕事が他に思い当たらない以上、自分の心情とは異なっていても、今の仕事を続けることが運命的に体当たりすることになるのでしょうか？これはね、根本的にね、まず皆さんが何を考えているかはもちろんわからないし、いろんな人間だから僕もそうだけど、いろんなことを考えます。考えますが、現存している会社ね、現存しているビジネスとして、まあ、昔の言葉で言うと、おまんまを食ってるものですね。要は、すべて
自分よりも程度が高いと思って間違いないです。まずね、人間として生きていく程度がどの程度かというと、昔はおまんまが食えるかどうか、誰におまんま食わしてもらってんだっていうのは、これ人間のほとんどの会話なんです。で、このおまんま誰に食わしてもらってるっていうのがね、一つのね、力のエネルギーのね、上下関係なんです。で、僕もいろんな会社をね、まあ見てきましたけども、会社として、またはビジネスとして、この世に存在しているものですよね。は、少なくとも、個人個人の人よりも程度は高いです。だから、皆さんが、勤めている会社の中で、思いっきりその会社が嫌いだろうが悪かろうが、その中で思いっきり、働くってみると、それが結果としてその会社も潰れるか、その会社じゃないところに転職するか、それは僕もわかりませんが、皆さんの運命が伸びるにはその方法が一番いいです。皆さんが会社を判断するよりも、皆さんの前から存続している会社が判断する皆さんの方が、社会的には正しいということです。で、僕がそういうことに気づいたのはもう二十歳前ですけども、二十歳前にそういうことに気づいて、それから50年以上社会見てますが、まず例外は一つもないです。一人の人間の判断力というのはものすごく低いです。まずは。で、高い人もいますよ。高い人もいますが、高い人はじゃあどういう人かということを歴史から解明していくと、まず、親の言うことをよく聞き、家のために働く。または、縁があって働いた会社のために、命がけで働いた。その結果、どうされたかは別途として、命がけで働く。そういうことによって、高い能力を身につけたというだけなんです。だから、そうですね、一つの例で言うとね、子供の頃からね、僕は立教小学校から立教大学まで出てるんで、特にね、こう小学校から大学までみんなこう一緒だったんでね、人間のね、能力っていうのは非常に見やすいんです。ああいうエスカレーター校はね、受験やなんかで分かれないですから。とね、人間の能力っていうのはね、個人の能力っていうのはね、もうほとんどね、生まれた時も決まってます。だから小学校1年の時の、成績の順番があるんですね。だから立教小学校の1年生の時の成績と73歳の人生の成績は同じです。ところがね、そうなんだけども、まあやっぱり人間だから違ってくるわけですよ。じゃあどこで違ったかということを僕はみんな見てるんです。そうすると、さっき言った宿命を受け入れるかどうか。つまり僕の言葉だとね、親に反抗したことがあるかどうか、親に口答えするかどうか、そういうことで決まっちゃうんです。だから、親に口答えしている子供はね、エネルギーが分散しちゃって全然成長しないんです。生まれたまんまの能力でそのまま行きます。ところが、親にいろいろ不合理であり、理不尽であり、いろんなことを言われて、まあ、自分の親に言われたことだから、一生懸命そうやろうと思うか、または、例えば反抗心があっても口に出さないで我慢してずっと来た人は知り合い見ててもどんどん伸びてきます。それが僕は親に対してもそうだし会社も同じだと思うんです。やっぱり自分より前から存在しているものは自分よりも上だということが分かるか分からないかによって自分のエネルギー係数も決まってくるということですね。ちなみに、まあ僕の例を挙げますと、まあ自慢になっちゃうんで言いたくないんですけど、僕は親が死ぬまで両親ですね、一回も口答えはしたことないです。ただの一度もですよ。母親が死ぬ日まで、また父親が死ぬその瞬間まで、ただの一度も口答えはしたことないですね。僕はそれをね、もう一循環してもう経験し終わってるんですが、本当に良かったことだと思ってます。それがね、自分の何かね、歴史の理解、宇宙の理解、人間の理解に対して決定的なものをね、僕はね、自分が与えられたように思ってます。
で、友達でね、そういう会社の文句ばっかり言うとかね、親に口答えばっかりしてるやつってのは僕の知り合いもいくらでもいます。これね、僕の小学校の同級生はね、小学校の1年生の時のまんまです。73でも。本当ですよ。うん。もう僕みたいに私立の学校ね、全部出てる人はね、友達がね、ずっと一緒ですから、よくわかるんです。だから、大人になるってことは、僕は、世の中の先輩から、いろんな言われたことのエネルギーを凝縮することだと思ってます。はい、お時間になりましたので。あ、そう、なっちゃった、はい、あ、そうなの、残念だな。今後の YouTube も企画の参考にさせていただきますので。そうだな。はいはいはい。はい、たくさんのご質問ありがとうございました。はい。